愛知県北町の四季ゆりちゃん、茨城県久慈郡の相沢翔くん、見てますか？今週も応援よろしく。ゲーム EX。 はい、みんなおはよう。さあ、今日も元気にいきましょうね。ゲーム EX 司会の江戸谷この子です。はい、世にもおぞましい恐怖シリーズ1、恐怖の味噌汁。恐怖の味噌汁、林田一平です。ゲーム大好き、はい、この番組の大ファンの小出ゆかです。はい、ということですね、はい、ゆかちゃんには、ね、今月お手伝いしてます。はい、さあ、絶対に頑張ります。よろしくお願いします。ゲームの時なんだってね。もうそうですよ、ピースとかやってるもんね。はい、はい、元気ありますからね。はい、はい、元気にいきましょう。はい、スタート。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。電車で GO 新幹線、山陽新幹線編発進。タイト、電車で GO 新幹線、山陽新幹線編デビュー。タイト、ありつけの対戦アクションでぶっ飛ばせ、必殺技でド派手に決めろ、ワンピース最強決定戦大ヒット開幕中。いくぞ、グランドバトル。プレイステーション専用ソフト第2弾がついに登場だってよ。今度は完全オリジナルストーリーの海賊アドベンチャー RPG だ。フロム TV アニメーション、ワンピース飛び出せ海賊団、好評発売中。ゲーム EX、 まず最初のコーナーは新作 EXPRESS。 では一平ちゃん、ゆかちゃん、よろしく。はい、まず1本目はゲームボーイアドバンスの新作ファランクスです。はい、紹介してくれるのはケムコのマンボウタダさんです。よろしくお願いします。シューティングゲーム、動き早いですよね。スクロールでね、ね、早速見ながらお願いします。はい、今回紹介させていただこうと思うのがですね、はい、パワーアップの、ウェポンのパワーアップの仕方、まあ、どのような段階で大きくなっていくのかっていうのを紹介したいなと思ってます。はい、まず今回ここで1面目なんですが、はい、このままスタートしていくとですね、はい、まあ、目指すは敵の中枢部なんですけども、途中にたくさんこういう雑魚キャラみたいなのがたくさん出てくるんですよ。はい、もう少しするとですね、こう出る、これレーザー砲なんですよ。おーおーおー、レーザー砲を取るとこのようにビームが出てくるんですが、1回パワーボタンを取るとですね、3つ3本の筋が出るようになります。おお、3本ってことはかなり強力になりますよね。そうです、うん、でもう一度ですね、これを取ると今ピー取りますね、後ろにも、はい、一番真ん中のレーザーの一番強力になった上に後ろにも出ると。すごい。でこの後はですね、はい、もうパワーアップ段階パワーアップすることはないんですが、はい、ここでちょっと一度やられておきます。やりました。体力が一つ減ってますが、はい、ここでパワーを取ると体力が満タンに回復するんですよ。おー、そうなんだ。このようにしてですね、敵をうまく打ちつつ、やられると回復しつつでやってみてください。はい、なるほど。一回やられると普通だったらもうビーム砲も何もなくなっちゃうことが多いじゃないですか。これはずっと保てるわけですか。で、特にこの後ろから出るビームでですね、はい、こう敵を、後ろの敵をやっつけることもできますので、はい、点稼ぎとか場合に有効に使っていただきたいなと思ってます。またこれのアイテムを取ることもまだかなり面が進まないと出てこないわけでしょ。最初にレーザー出てきます。出てきます。きます。あ、出てくる。うまくこうその辺をですね、はい、いろんなパターン、パーツが出てきますので、はい、うまく組み合わせてやっつけていってください、はい、なるほどね。アイテムの使い方が、まあ、かなり重要になってくるわけですよね。はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。それじゃあ行きましょうか。はい、エクスプレス 2本目は PS の新作ザナックザナックです。はい、紹介してくれるのはコンパイルの新谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどの辺を、はい、はい、今日はですね、あのボスを中心にですね、ビデオ見ながらご説明したいなと思います。はい、ボスキャラ強いですからね。ですね。このボスキャラですね、はい、エリア1のですね、ヘクサパスというですね、ボスなんですね。で、こう周りぐるぐるっと回ってるのがですね、キャノンポットって言ってですね、はい、これはですね、壊しても壊しても治っちゃうんですね。自分でね、治っちゃうんで、ガーッと壊して、今度は隙を見てですね、真ん中のコアをやっつけなきゃいけないんですね。はい、周りに気を取られてちゃいけないわけですか。いや、周りまでやっつけなきゃいけないし、やっつけて、紐を見つけて、ポンポンポン。わーっとすると、ね、ね、
でもほっとくとまた治っちゃいますからね、はい、ここ気をつけなきゃいけないです、弾がですね、いろいろあのこのレーザーが出たりですね、はい、バラバラっとも、あ、今度はエリアついに来ましたが、はい、これがですね、今度は要塞中心ですね、はい、要塞にですね、8つのコアがありますから、はい、8つのコアを全部やっつけなきゃいけないんですけども、こいつがですね、縦横にいろいろ動いちゃうんで、そういうところをですね、見極めながらバツバツとやっつけなきゃいけないんですね、嫌なコアですね、これね、そうそうそう、そしてこれはですね、エリア3のですね、はい、フライングボスですね、はい、こいつはですね、周りにですね、6つのですね、防御板がありますので、まずこっちをバーンとやっつけちゃうと、はい、でやっつけた後ですね、真ん中にコアがですね、8つありますので、はい、これを全部壊すとこいつをやっつけれるという感じですね。まずは周りの防御板をバカ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 壊して、はい、今あと2つ残ってますけど、これを壊さなきゃいけないですね、はい、はい、とするとその攻撃の順番もあるわけですよね。そうそうそう、だからどうやって倒すかな、どうやってコアを壊すかなとね、うん、一生懸命考えながら一個ずつ一個ずつ壊して、まあ勉強的にですね、ああそうか、一個ずつ片付けて、うん、なるほどね、コツコツと、そうそう、コツコツと戦略を考えながら、そう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 、弾を避けながら、はい、ね、はい、そのわけでぶち壊してください、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ行きましょうか、はい、エクスプレス3、はい、3本目は PS2 の新作カプコン VS SNK2 ミリオネアファイティング2001です。はい、紹介してくれるのはカプコンの田中さんです。よろしくお願いいたします。6体の新しいキャラが登場する体、うん、さすが、よくご存知で、そうなんですよ。じゃあ早速見ながらお願いします、はい、お願いします。ぜひこちらの新作の方、まあ、あのカプコン VSSNK 前作もありましたし、はい、あのプロというリニューアルバージョンでも大変、うん、家庭用でもゲームセンターの方でもよくで人気があったんですけれども、はい、ご覧ください、全部で44キャラクター、すごいよこれは声も変わっちゃった、すごい選ぶの大変、そしてほらご覧ください、グルーブが6つあります。今まで2つしかなかったんですけれども、あの6つの中から好きなスタイルを選んでいただけるようになりました。そして前はグルーブっていうのが、カプコンのグルーブと SNK のグルーブと2つしかなかったんですね。でやはりそれだとあの戦い方がキャラクターによって違いますから、よりいいやり方をしていただくために CAP がカプコンのグルーブ、はい、で SNK が SNK さんのグループ、3つの中から要は選んでいただけると、好きなキャラクターで自分の戦い方が思い通りにできると。ああ、そうなんだ、なんてユーザーに優しいゲーム、そうですよね本当にもうユーザーらしい戦いができるわけですよね、はい、うん、はい、でまあ何よりも今回その家庭用ということで、はい、業界的に恐ろしい追加が、うん、それはですね、今ちょっと出てますけれども、はい、PS2 とドリームキャストと同時に発売されるんですが、はい、なんと通信はどちらでもできます。つまり PS2 VS ドリームキャストということができるんですよ、じゃあ機種はこだわらないわけですね、関係ないんです、夢の企画、それは素晴らしいね、いや今までそんなことありえなかったでしょ、これは業界的にすごいことなんですよ、すごいですね、そうなんだ、はい、とするとソフトが一緒だったらばできるということなんですよね、はい、関係ないです、はい、とするとやる友達もどんどん増えてくるわけだ、そうなんですよ、楽しみですね、内容に関してはほとんど同じですから、はい、心配なく遊んでいただける、そうですか、はい、まあ、アーケードでもかなりの人気を誇ってましたけども、今度は家庭内でまたこの戦いが熱いですよ、熱くできるということなんだね、はい、優先の大会もありますけど、家で練習してからぜひいらっしゃってください、はい、わかりました、はいはい、今日はどうもありがとうございました。以上、新作エクスプレスでした。はい、ということでまずは新作を3本見てもらいました。さてこの後は CM に続いてクローズアップをお送りします。青き閃光か、赤き衝撃か、エクスとゼロスクランブルチェンジ、ゲームボーイからロックマン X2 ソウルイレイザー、タプコン、青き閃光か、赤き衝撃か、エクスとゼロスクランブルチェンジ、ゲームボーイからロックマン X2 ソウルイレイザー、タプコン、あ、撃って、吸って、回して、クルルンクルルン、タオルバーから新
感触パズルゲーム登場、クレロジシャーペ。クルルンクルルンコンパイル、クローズアップ。さあ、ビシッとアップ決まりました、はい、というところでいきたいと思うんですけどもね、はい、今日のソフトは電車で GO 新幹線、山陽新幹線編です。はい、紹介してくれるのは台東のクーギーさんです。はい、よろしくお願いします。いよいよやってきましたね。もういよいよ発売間近です、そうですよね。もうドキドキしてるんですけどね、はい、もう楽しみで。そこで今日はどういうところ行きましょうかね。今までね、あの電車新幹線、300キロで速い、はい、最高速、世界最高速、ね、はい、ところが、うん、ただ速く走ればいいだけじゃないんだぞと、実際ちょっとあのゲーム性の本当の面白さっていう部分をあの説明したいと思います。あ、ちょっと早速見ながらお願いします、ね、はい、はい、でこれちょっと入門編の画面なんですけども、これは従来のあのいろいろな説明が入ってますが、ちょっと見てください、はい、あのブレーキメーターとマスコンメーターが実は逆になってます。あ、本当だ、今までと逆になってますね。そうですね、今までの電車のシリーズとあの新幹線、実は本当にマスコンとブレーキが逆なんですね。なるほど、ここ注意してください、はい、はい、で、あの新幹線の基本的な走行のルールで ATC ですね、オートマチックトレインコントロールというのがございます、うん、これは何かと言いますと、各走行区間であの制限速度をきちっと守れと、うん、いうことです。これ危険性ありますからね、はい、あのブレーキ、あ、ブレーキっていうかあのカーブがきついところはスピード緩めなきゃいけませんし、はいはい、そういうルールがございます、はい、でなぜこうなるかと言いますと、あの実際 の, あの標識っていうのがあの普通の電車ではありますよね、はい、ところがスピードが速すぎて見えない、はい、あっという間にさーっと動体視力がついていかない、F1 じゃないんですからね、それでこの ATC の指示に従って運転することになっております、はい、でこれ 今だと170キロがあの走行 の, あの目安になってます、うん、それ以下で走らなければいけません。なるほど、これを超えるとあの自動的にブレーキが入っちゃいますから、はい、そうするとあの限定の対象になるんですね。なるほどね、やっぱりそれだけほら、やらなきゃならないこと自体が面白いわけだから、そうですね、やっぱ運転手さんとしてしっかりやらなきゃいけない、そうですね、いよいよね、まあ、発売なんで、はい、もうぜひともね、電車だけにもう電話急げということで、うん、世界最速のスピードであの買いに走っていただきたいと思います。今の逆はトレインってぐらいじゃん。いやー、言われましたね、どうも、はい、どうもありがとうございました。さあ、ということでね、クローズアップを受けしました。さあ、それでは次こちら行きましょう。行ってゆかのやれてきやればできるやるできのコーナー。今回紹介するソフトは PS2 で発売していますジオニックフロント機動戦士ガンダム0079です。はい、テーマはホワイトベース対出撃、はい、ということで、はい、後藤さんね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、いよいよ出撃隊ということですね。そうですね、どういうことでしょうか、早速見ながらお願いします。お願いします。前回ですね、はい、シミュレーターモードで連邦軍のモビルスーツを使うことができるっていうお話をしたと思うんですけれども、ちょっとしてくれましたよね、はい、あの時に使えたのはあの当然自分があのやるようなフェンリル隊のキャラクターがモビルスーツ、連邦軍のモビルスーツに乗って戦うことができるということだったんですけれども、はい、それだけでどうせあの連邦ファンはちょっと納得しないだろうということで、うん、当然ですね、あのおなじみのホワイトベース隊、あの要はアムロですとかカイですとかハヤトですとか、はい、あのおなじみのキャラクターを使って、まあ、その連邦 の, そのシミュレーターモードっていうところを、まあ、遊ぶことができますよ。なるほどね、白い木板の中のガンダムとかを使えるわけですよね。そうなんですね。で、まあ、当然いろいろ出現条件っていうのはやっぱりいろいろまあ、あるんですけれども、はい、今回特別にその、まあ、一番有名なアムロレイの出し方をご紹介したいと思うんですけれども、はい、難しい、非常にアムロの出し方は難しいんですけど、普通のシミュレあの本編、はい、本編の方を2周目をクリアしてですね、さらに連邦軍のシミュレーターモードこちらを、こちらをクリアするんですよ。あ、待って、本編の方の本編のフェンリル隊のところの2周目があるんで、その2周目フェンリル隊の2周目をクリアして、はい、さらに、連邦軍のシミュレータープログラム、こちらもクリアする必要があるんです。連邦軍のシミュレータープログラムもクリアしなきゃいけないということですね。さらにそのランクが S 以上でなければいけない、うん、また スペシャルスペシャル S 以上を5回取らないとサムラ出てこないんです。また5回も取らなきゃいけない。これは大変だ。それを頑張るともうこのアムロの勇姿を見ることができて、さらに自分でも使うことができる。これは、シミュレーションモードで戦うわけですよね。はい、うん、シミュレーションモードで、まあ、基本的には使うことができるという感じですね。はい、はい、分かりました。今日はどうもありがとうございました。続いてはこのコーナーです。街のゲーマー集まれ、勝ち抜き EX。 今週はどちらも1周目に挑戦、小学校5年の長江亮君、対するは漫画が大好きという中学1年の白井めぐみちゃんです。ガ
ち抜き EX では3周勝ち抜くとワンダースワンカラーとソフトのセットを、見事5周勝ち抜くとプレイステーション2とソフトのセットをプレゼントします。さあそれでは勝ち抜き EX 始めたいと思います。今日戦ってもらうソフトはぷよぷよボックスです。解説してくれるのはコンパイルの新谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はどういう戦いになるか、そうですね、楽しみですよね。どんな選手が出てくるか、その辺がねとってもこうワクワクするところですよね、はい、さあそれでは行ってみましょうね。では一平ちゃん、ゆかちゃん、よろしく。はい、はい、ということでまずは初挑戦ね、永井くん、今日の意気込みはどうですか？ちょっとあんまり自信はないです。落ち物ゲームというかぷよぷよどうです？ちょっと難しいです。はい、頑張ってくださいね。そしてはい、こちらも初登場の白井めぐみちゃんです。今日の意気込みは？頑張ります。はい、自信持って頑張ってください。それじゃあ行きましょうか、はい、うん、レディーゴー。さあということで早速行っております。はい、向かって右側が永江君、左側がめぐみちゃんですね。はい、まずはポンポンと今お互いにちょっとジャブのような感じでね、はい、さあこれからは問題ですね。連鎖の組み方がすごい速いペースでいってますね。すごいな。向かって左がめぐみちゃん、すごい勢いでなんか早く落としてってる。うわあすごい、これはちょっとドカンときちゃった分厳しい。おっと、うまい消しましたね。さあおっと右にも来ましたよ。さあ難しいところですね。どうなる？さあこれでまたポンと消しました。さあ意外な展開、意外な展開になってきました。さあどうなる？さあ黄色が、さあ黄色できました。なかなかうまいな。ちょっとねヒヤヒヤすると思うんですけどもね、なかなかうまく面白いと思ってきました。さあこの辺でちょっと互角になってきました ね。さあこれからが問題です。さあしかしめぐみちゃんはですね、いろいろと準備しているようですね。連鎖組んでますからね。はい、連鎖組んでますからね。ちょっと最後の最後大逆転。おっとこれで2連鎖、おっと3連鎖して、あっとこれでちょっと今のは引きました。めぐみちゃん勝ちました。すごい、やった。はい、勝ちましたけど、どうですか？嬉しいです。ねえ、よかった。もう、ね、はい。自分が感激してますね。はい、もうすごい嬉しいです。はい、でも残念だったね、永井くん。どうでした？いいとこまで行ったんだけどね。はい、また挑戦してくださいね。はい。はい、ありがとうございます。小猫さん、こんな感じです。はい、わかりました。ちょっと今のね、新谷さんの伺ってみたいんですが、はい、めぐみちゃんはあの自分でも早いペースで作ってきましたね。そう。しかし、そう、ドッとお邪魔して、そう、ギリギリのところでしたけど、ね、よく粘りましたね。よくね、こう放り込んでね、しかも上の方で三連鎖を組んで掘ってちょっとタイミングを見て、うん、やっつけちゃう。やっぱうまいですね。ということは、はい、今回勝っためぐみちゃんは、はい、お主かなりやるなっていう感じです。そう連鎖もできるし、こう危ない時にもね、うん、なんとか逃げる技を持ってるって、やっぱそこら辺が ね中級者上級者につながるんですよね。いや本当に本当に、いや、いい、ちょっと相手が悪かったかなって感じかもしれませんね。ですね。ああいうね、はい、ギリギリのねあそこで頑張れるというのはすごい腕だと思いますよ。そうそうそう、はい、奥深いんで。わかりました。どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いします。新谷様びっくりといったところだったと思います。さてということでね、勝ち抜き EX は、5週勝ち抜くと PS2、 そして3週だとワンダースワンカラーが獲得できます。みんなの中にもね、僕もやりたいなと思う人、どんどん番組の方に応募してください。さてスタジオに来てくれたお友達には素敵なお土産が用意してあります。今週スタジオに来てくれたお友達には、使いやすいワンプッシュ式で接着スピードがアップし、さらに用途が広がった白とブルーのアロンアルファハイスピード EX と工作セット、小田急向ヶ丘遊園よりウルトラマンなどのヒーローショーやバラや菊などの花々が楽しめる向ヶ丘遊園のペア入園券を差し上げます。 CM については情報満載 EX ブラザー。あれ、なんだ、2人3人、まさか。機動戦士ガンダム第2弾ジオニックフロント。俺が踏み台か。プレイステーション専用ソフト第2弾がついに登場だってよ。今度は完全オリジナルストーリーの海賊アドベンチャー RPG だ。フロム TV アニメーションワンピース飛び出せ海賊団、好評発売中。お前って見かけによらずずるいやつだな。君はいつも威張ってるくせに弱いね。本気のバトルがついに始まる。デジモンバトルシリーズと学ワンダースワン、絶対あいつより強くなってやる。やり込んでやり込んでやり込んでバトル、デジモンバトルシリーズとワンダースワン。
EX ブラザー、まずはワンダースワンコーナーからいきましょう。はい、紹介してくれるのはバンダイのアイコーさんです。よろしくお願いします。はい、はい、今日はですね、うん、9月13日に発売して予定しております、はい、テレビアニメワンピース虹の島伝説の紹介をしたいと思います。なるほど、 BS の方でもね人気はかなり、はい、でありますからね。そうですね、うん、はい、いよいよそちらがワンダースワンでも遊べるということになります。はい、ジャンルの方はですね、今回はコミュニケーション RPG ということで、はい、ただの RPG ではなく、主人公の男の子とプレイヤーはなってルフィたちと会話をすることによって海賊ランクをどんどん上げていくというような形になります。自分がルフィになるわけじゃなくて主人公は別にオリジナルなんですね、うん、チームとなってやっていくということですよね、はい、でですね、今回はちょっとバトルが変わっておりますのでそちらの方の紹介をしたいんですけれども、今回は吹っ飛ばしガンガンバトルということで、はい、このように3対3に分かれて、バトルをするんですけれども、敵一体を攻撃するとその敵が吹っ飛んで、はい、また、その敵が味方の前に来ると連鎖でもう一回追い打ちをかけるというようなバトルの方法になってます。移動するんだ。そうですね、はい、で技もですね、それぞれキャラクターによって、はい、ルフィだったらゴムゴムのバズーカとか、ゴムゴムのガトリンクとか、はい、持っているんですけれども、バトルを重ねていくことによって海賊ランクが上がって新しい技をどんどん覚えていくということになります。なるほどね、はい、このように、うん、敵が今飛ぶんですけれども、そうするとその前にいたルフィがこのようにまた敵を追い打ちをかけてやっつけるというような。なるほどね、またチームワークがすごく大切になってくる戦い方ですよね。次回はですね、その主人公とあとルフィ海賊団との技の開発についてちょっとご紹介しようと思います。技は大切です。楽しみだよ、はいね、はい、ワンピース好きだとさ、こうやってゲームできて楽しいよね、はい、主人公たちと一緒にやれるっていうの、うん、仲間になれるっていうのがね、またいいですね。いいでしょうね、はい、ということでした、うん、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは次行きましょうね。今度は今週のニャンチューです。はい、今週のニャンチューはね、9月1日に発売されたばかりの新発売のね、はい、商品についてちょっと報告したいと思うんですけど、実は子猫さん、このキャリングケースなんですけれども、はい、ね、ゲームボーイアドバンスやゲームボーイカラーのカートリッジがこのように収納できるんですね。かっこいい。最大6個まで収納できます。いいね、ピシッと入るね、うん、そうなんです。それでまたこれホールド性が優れているから、うんうん、開けた時に落ちない。なるほど、これも嬉しいことですよね。見やすいですよね、うんうんうん、それとあとこれ今までプラスチックが多かったんですけれども、うん、これはこのアルミでできてるからしっかりとした作りになってるんですよ。あ、いい、ね、はい、うん、こういうのはね、はい、もちろんこの持ち運びもいいんだけど、はい、自分の好きなソフトをこう並べてね、うん、それでこうパッと開けて、はい、でちょっとこう飾っとくとかさ。そうですよね、かっこいい、おしゃれだよね。枕元でも飾って見てられるし、うん、これとってもいいですよね。それでこれ9月1日に発売になってるということなんで、うんうん、もうお店の方に並んでますんで、ぜひともお買い求めください。そうですね。そして今回特別に、なんとこのキャリングケースを10台プレゼントしよう、うん、ということなんですよね。10名の人に、10名の方に。いいね、はい、こう、宛先ここちょうど今出てますよ。あ、ここまで送ってくださいね。はい、はい、ということでね、楽しみですけどもね、うん、なかなかいいですよね。そうですよね、やっぱりこういうものを持ってると一歩友達よりもリードしてるって感じがして、そういうことだね、すごい大切なソフトだってずっと入れられるし、うん、本当嬉しいですよね、うん、欲しいでしょ。欲しいです。ダメです、あげませんよ買いますから。はい、ということですね、はい、ということでね、もう本当に新製品のね、9月1日に発売されたキャリングケースを今日はご報告しました。はい、それじゃあ次行きましょう。今度は新作ホットラインです。キャプコン、はい、本日1本目はカプコン VSNK2 ミリオネアファイティング2001。グループも種類が増え、6つの中から選べるように。またフリーレシオシステムの採用でレシオが自由に振り分けられるようになったほか、通信対戦は PS2 でもドリキャスでもどちらでも OK。 ハードを超えた対戦は熱い。続いては宇宙人ってなーに。かわいい宇宙人を捕まえたのはいいけれど、何のために地球にやってきたのか。ひょっとして地球を滅亡させようとしているのかも。というわけで宇宙人とコミュニケーションを取ったり、ご機嫌を取ったり。地球の平和は君の調査にかかっているのだ。さてお次はグローバルフォークテイル。広大な大地で繰り広げられる人間と魔族のドラマ。起死回生の必殺技の数々。プレイヤーキャラを選んでのマニュアル操作も可能。
一瞬の判断が君を勝利へと導くのだ。今週最後は仲良しペットアドバンス第1弾、かわいいハムスター。ゲームボーイカラーでおなじみのペットシリーズがアドバンスで登場。アニメーションが滑らかになり、ハムスターの仕草も可愛さも一段とグレードアップ。今度はどんなハムちゃんを育てようかな。はい、ということでね、今日も楽しくゲームをね、いろいろと紹介してお届けしましたけど、はい、皆さん揃ってました。特に今日は新谷さんがあれですね、やっぱりピシッとこう背景に溶け込んでますね。いいですね、おしゃれでね。すごいですね、緑です。そうそう、ところであのゆかちゃんは今日初めてね、お手伝いしましたけど、はい、楽しかったでしょ。楽しかったです。あのゲームの紹介がいっぱいあって、そうそうそう、また欲しいソフトがいっぱい増えました。そうだよね、はい、仕事しながらたくさん楽しめちゃった。こんなに、はい、そして勉強もできると、うん、これは嬉しいよね。あの、次回もまた頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で時間が来ました。また皆さん次回お楽しみに。さよなら。バイバイ。バイバイ。つけなみな言葉が救われる恋もある。心には心を受け止める場所がある。気づかないうちに花が咲くように。番組からのプレゼントです。今週はヤレテクで紹介したジオニックフロント機動戦士ガンダム0079を10名様に。光学機器の健康よりビギナーからマニアまで楽しめる高性能な天体望遠鏡スペーシア 900RE を1名様にプレゼントいたします。ご覧の要領でご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。